Hello everyone! I am Yayoshi の よろしくお願いいたします。さあ、ということで、ネーションズカップ2024年のオンライン予選ワールドシリーズということで、ラウンド3やっていきたいと思います。トライアルマウンテンが今回の舞台とのことで、こちらのね、今回使う車はですね、ちょっと FD かちょっと迷ったのですけど、M3 を使いたいなと思います。ちょっと本気で勝ちに行きたいのと、まず、M3 が今回晩車なのでね、M3GT っていうね、その GR3 がこう世間ではなんか最弱だって言われていますので、それちょっとかわいそうだなと。なので、それを救いに来たと言われてましても、やっぱ目指すのはクリーンなレースと、そして優勝なので、そこを目指していきたいなと思います。では決勝でお会いいたしましょう。いやー、いいタイム取れるといいですね。やります。はい、終わりました。4番手スタートとのことで、まあ1周だったわけですけれども、なんかその予選の途中にちょっとトイレってなっちゃって、こう1回ぐらいしかタイム取れなかったんですよね。なので、こう2分4秒493とのことで、まあ1周目からにしては、まあいいタイムなのかな、多分ね。というわけで、まあ1,2,3ちょっと怖いですけれども、かせるかな。ちょっとエブスリーちょっと救い助けてやりたい、本当助けてやりたいという心の奥底があるのでね。ではみんなエブスリーなのでね、油断できません。勝ってくる。レーススタート。ネーションズカップ2024オンライン予選ラウンド3トライアルマウンテン決勝、よろしくお願いいたします。もう GR3 最近走ったばっかりなんですけどねいや、見た通りな感じですと、もう M3 ばっかり。今回は4番手スタートで、周回数は10周で、燃費とタイヤ摩耗が両方とも1倍、まあデイリーレースと変わらない燃費とタイヤ摩耗ですね。で、使用可能タイヤがスポーツミディアムとのことで、まあ、ギブタイヤと最低ピットストップはなしということになるのかな。そうだね、なしという形になります。どんなレースが待ち構えているのか楽しみにしています。ワールドシリーズネーションズカップ2024ラウンド3トライアルマウンテン、行ってきます。3,2,1スタート。最高にいいレースをしよう。さあ、同じ M3 が相手になりますので、もしかしたら向こうの方が早いって可能性がある。ブレずに5速で行く。よしこっから先は俺のターンだよ。さあ、今のところレース運びとしてはいい感じ。それほど大きな主張もなく、 M3 ちょっと助けてやれ、本当助けてやりたい、マジで。初めから集中していかないと勝てませんので、気にしていた辛さと苦しさ全部ぶつければ。もうこの距離こそ思考よ。もらえます。イン側ですからね、イン側。
やべえ、ちょっと思いっきり突っ込みすぎてしまったんだけど。抜かせそうな匂いがプンプンとしてきた。ここだ。任せて、本当。絶対抜かそう。コーマが 3.2 秒か。きついかな、これ。よっしゃ、見事なクロスラインか。絶対逃がさないからな、これ。めちゃくちゃ速いじゃん。で、ここで下がって。なんかここまで届きそうにないような気がするんだけど。さあ、ここでちょっと、さっきから M3 との熱い勝負繰り広げて、んだけど、何なのこれ。でもね、このバトルやりたかったんだよね、これ。いいね。なんでタイヤ入れ替えしたの？これ。M3 同士との熱い勝負いいな、これ。まあ、アウトに振っていこう。後ろに行った方がさ、ちょうどいいんじゃないのか、これ。これちょっと作戦ちょっと行きたいな、これ。この終盤に入ったら絶対抜かせないことは確実だろうから。てかもうその前にちょっとペース離していこうぜ、本当に。これちょっとちょっと危ない危ない危ない。いや、ちょっとこれレース展開読めなくなってきたぞ、これ。私が考えているのは、9周目、10周目で、後ろここ下がっ、9周目で後ろここ下がって、前に行けないかっていう、その戦法を考えてる。作戦、じっくり行こうか。
ここはちょっと後ろ下がって様子見していこうか。よし、作戦開始。わざとちょっとここでアウトに振っていく。わざとここでアウトに振って10周目で抜かすという戦法を取りたいなと思います。同じ車だからね。ここじゃない、ここじゃない、まだまだ。さあ片尾さんはこれ裏があると思って、裏がないと思って、きっと言ってるでしょう。ただしミスってしまえばそこで終わり。さあ片尾さん、さよならだ、さよならだよ。よっしゃ、おっと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 、今のぶつかってきたねこれ。よっしゃ、作戦通り。これが勝利の方程式というものだ。見事な作戦勝ちです。よっしゃ、片尾さん、テンキューありがとうございます。5対戦、これが勝利の方程式よ。いいレースだったのではないのでしょうか。よっしゃ、冷静沈着かな。見ててくれましたか。これが勝利の方程式よ。やった。はい、というわけで、ネーションズカップ2024ラウンド3トライアルマウンテンやってきました。いやー、見ていてくれましたか。本当皆様光の下で。まあ冷静沈着頭を使った作戦とはこのことです。いやー、決まりました、鮮やかに決まりました。まあこれで、あの、実はこれ私はこの、まあ同じね、 N3 という同じね、こう車なので、こう直線が速いわけなのですよ。となると、なんか抜かし、なんか
順番順番にサンドイッチで抜かしたとき、9周目は抜かさないで、9周目で抜かしたら、まず私がやられてしまうなと思って、10周目で抜かし、一気に抜かすという作戦を行きました。浅はかな頭ではありませんからね。よっしゃ。いや、見事に決まりましたね、本当この作戦。いや、面白いですでした、本当に。気持ちいいものですね、本当作戦が決まるのって。素晴らしいね、じゃないかなと思います。いや、冷静の作戦での2位だったかなと思います。素晴らしい、これは。はい、次ですね。917、リビングレジェンド。合ってるっけ？なんか、リビング。次がですね、4月27日、ラウンド4でにある917っていうリビングレジェンドのワンメイクレースで、レッグマジョーレフルコース逆走とのことです。いやー、まあ、見事にね、トライアルマウンテン、こう、作戦が決まりましたので、いやー、これは、冷静沈着な立ち回りだったのではないのでしょうか。頭を使いましたっていう感じでね。感じでやりましたよ。いやすっきりしてる。いや、鮮やかに決まるのって本当嬉しいものですね。いや、ということで、いや、1位もしかしたらあの距離だったらあったかもしれなかったんですけど、それを跳ねのけるように3位と2位の激闘の M3 同士との争いはめちゃくちゃ熱かったのではないのでしょうか。いや、この感じでね、このレースが見たかった。実際私はもうこのレースが見たかった。嬉しかったです。ということで、いや、次の917リビングレジェンド。1位は必ず、いや、この3つにかかってるからね。すべてのレース楽しみにしています。対戦あるか、片尾選手、ご対戦ありがとうございました。いいレースでした。Thank you for watching. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、あとグッドボタンをチェックよろしくお願いいたします。X など Instagram のフォローもよろしくお願いいたします。光の人たち、また会おう。See you again on the next stage. See you.